そんなくらい青春嫌すぎる。付き合ってください。ごめんなさい。今好きな人がいるから。お友達のままで。ごめんなさい。もう誰でもいいから俺の彼女になってくれ。本当？なんだ今の声。お前か。空耳がするなんてこりゃ相当重症だぜ。わあ、また女の声が。女の声がさらにはっきりと。冷静になるんだ、沢村誠司。なんだこりゃ。私ずっと片思いしてたんです、誠司君のこと。片私だって目が覚めたら誠司君の右手になってて、わけわかんなくて、本当は泣き出したいくらい怖いです。でも大好きな誠司君のそばにいられるなんてちょっぴり嬉しいかななんて。じゃねえ、ほらこれっぽっちも嬉しかねえよ。それよりうちはどこなんだよ。うち？ああ、お前のうちに行けばこうなった原因が何かわかるかもしれねえだろ。ここがお前んち。はい。すっげえ。マジかよ。お前とんでもねえお嬢様なの。はい、沢村です。え、女。バカ言ってんじゃねえよ、ミア。風邪で喉がやられただけだぜ。風邪ひいてなんで声が高く。そんなことよりちょっと手が離せねえから切るぞ。危なかった。こんにちは、ピザ侍です。お仕事ピザをお持ちしました。さっき頼んだピザだ。沢村さん。はい。足りない。沢村さん。はい。お金どこにしまってるんだっけ。沢村さん。すみません、今そちらに。探したんですけどお金見つからなくて。どうしよう。そうだ。大丈夫ですか。ご心配なく。ちょっとうとうとしてただけで。あのですね、今画期的な英会話の教材をご紹介に。結構です。これを使えばテストの成績もグーッとアップできる。いりません。大丈夫です。父がアメリカ人なもので。すいませんね。というわけで教材は入り
りませんので、あ、お引き取り願いますか。いはは、it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were